ヘレン・マク・ニコルはカナダの画家である。カナダにおける印象派絵画の需要に貢献した。トロントの裕福な家庭に生まれたが、子供時代に昇降熱にかかり聴覚を失った。1899年から絵画をモントリオールのモントリオール美術協会の絵画教室でウィリアム・ブリムナーに学んだ。その後、イギリスに渡り、ロンドンのスレード美術学校で印象派の画家。 フィリップ・ウィルソン・スティアに学んだ。多くの芸術家が集まり、古外製作をしていたコーンウォール州のセント・アイブスを訪れ、イギリスの女流画家、ドロシア・シャープと知り合い、親友となり、その後は一緒にフランスやイタリアを旅し、スタジオを共有したりした。マクニコルの作品は認められるようになり、カナダでは権威のある賞である、 モントリオール美術協会のジェシーダウ賞を1908年に受賞した。1915年にカナダ女性美術協会の会員になり、1913年にイギリス王立芸術家協会の会員となり、1914年にカナダ王立美術アカデミーの巡回員に選ばれた。1915年に35歳で亡くなった。ありがとうございます。